アーデルハイト・フォン・キエフに出てくる、あるハイン・リヒキ・ヨンのこの一人の死に関する記述から、アーデル・ハイトをめぐる伝説の中には、ある程度の事実が含まれている、可能性があると指摘している。この子供については、母の名が記されていない。ハイン・リヒキ・ヨンと最初のヒベルタの愛の子であれば、その旨が記録されているので、ラフェンス・パーガーはこの子こそ、アーデル・ハイトの子でないかとしている。ただし、 これはハインリヒッ4世の承福の子、もしくは単なる書き間違いである可能性もある。その後、アーデルハイトはイタリアからハンガリーへ行って1099年まで暮らし、その後キエフに帰った。1106年にハインリヒッ4世が死去すると、アーデルハイトは修道女となり、1109年に没した。ありがとうございます。